回復に情報修正、2年3ヶ月ぶり。財務省は昨日全国財務局長会議を開き、全国11の地域の10月の経済情勢の報告をまとめました。全国の総括判断、これまでの緩やかに回復しているというこの文言からですね、回復しているに引き上げました。景気判断の情報修正、2年3ヶ月ぶりです。これはどうしてかというと、自動車とかスマートフォン関連の部品の生産活動、これが好調だったと。しかし各地からの先行きに関する報告では、人手不足が地域経済に悪影響をもたらす可能性がある、こういう指摘も相次いでいます。で、一方で海外経済の悪化、あと為替動向への不安、これも示されているほかに、設備投資への意欲の低さ、これも浮き彫りとなっています。三崎さん、この景気判断の情報修正、緩やかに回復しているが、回復しているに引き上がったんですが、これどうでしょう。これ数字出てこないと分かんないんだけど、人手不足って、いいことじゃないですか。今まで日本は人余りでブラック企業だなんだっていうデフレの問題に悩んでたんだから。で、それは生産年齢人口下がってるから、こんなの当たり前なんだけど、問題は、じゃあ設備投資でしょうって話にならないことですね。なんでやらないんでしょうね。やっぱりだから将来的な、いろんなリスクね、それは為替とか、外貨のリスクってのはそれありますよ、絶対。でも、この人手不足続きますから。だから企業は ぜひね、もう設備投資を拡大して生産性向上で対処するという当たり前の姿勢を取り戻していただきたいんですね。そしてですね、株価なんですが、これも上昇が続いてるんですよね。昨日の東京株式市場、日経平均株価、16営業日連続で上昇。戦後過去最長、最も長い、これを連日更新しています。終わり値、前の日に比べて108円高、21,805円。21年3ヶ月ぶりの高い水準ですね。そして国内企業の業績拡大と安倍政権の政策への期待から買いが優勢となっていると。この16営業日での上げ幅1448円、上昇率 7.1%。 三崎さん、これ株高っていうのは続くんですかね。株高は続くでしょ。だって円高なんだ。でも、ほら、例の北朝鮮がミサイル一発撃ったらね、円高になって下がっちゃうんですけど、総選挙だったから、黙ってたでしょ、金正恩さんが。なぜかというと、撃っちゃうと自民党にするから。だから、円安結構続いて、打たない限りは多分続くと思うんだけど、もう金融経済いいんで、早く実体経済へのですね、影響を高めてほしいですよね、本当に。そうか。金融経済も分かりましたからと。上がって嬉しい方も多いんでしょうけどね。ただここからね、例えば本当に消費が増えますよとかね、設備投資増えますよってことになったら、実体経済の影響が出るんだけど、そこがやっぱり細ってますよね、パイプが。続いてはこちら。日本経済新聞。財政黒字化、2020年代早期に。政府の経済財政諮問会議の民間議員、明日、国と地方の基礎的財政収支、いわゆるプライマリーバランスを2020年度以降、できるだけ早期に早く黒字化を達成すべきだと提言します。高齢化で膨らむ社会保障費をはじめ、歳出の抑制を深掘りするよう訴えます。衆議院選挙後、すぐに健全化の必要性を強調し、人づくり革命などを名目にした歳出の拡大、この動きを牽制するということなんですね。これ、安倍総理がですね、選挙中に2020年度のこの基礎的財政収支、健全化ですよね、これは無理だって言ってましたよね。無理だってか、やっちゃいけない。やっちゃいけない。やっちゃいけないってことなんですね。で、民間議員はですね、消費税率 10% の下で、プライマリーバランス黒字化を実現すべきだと強調する。これね、怖いんですよ。まず突っ込んでおくと、民間議員じゃなくて、ただの民間人ですからね、そうですよね。いつもね、なんで新聞民間議員って相変わらず呼んでるんですかね。我々選んでないんですよ、一般元主義なんか。一応会議のメンバーだから議員って言ってるだけなんでしょうけどね。民間人です。民間人。でね、これ、10% への増税も決定してるんですよ。まず、上げるでしょうね。その上で、さらに、PB について、20年代早期に目標を黒字化しましょうってことは、さらに増税するんですよ。そういう話になっちゃうので、もう、緊縮財政はね、とどまるとこ知らないですね。今日出てくるかどうかわかんないけど、診療報酬。来年、もう下げようってことで動き始めてます、財務省は。下げるんですよ。この状況で下げるんですよ、高齢化がやってる時に。しかも、介護報酬も下げてくるでしょうね。だから、我が国の将来的な見通しはどうですかって言ったら真っ黒。これ、でも、なんで、民間の人がですね、プライマリバランス。いや、そう、財務省に雇われてる連中だから。そういうことなんですね。財務省の御用学者たちですね。何か自分にプラスになるのか。なります。
あ、なるんですか。はい。はい。それはもちろんですね、こういう議員、まあ議員、議員というか、まあ、会議の、諮問会議の委員とかに、はい、本来いいんですけど、いいですね。委員になれるってことで、箔がつきますよね、やっぱ。はい。ペーペーの大学教授よりも、その、経済財政諮問会議の民間委員やってる伊藤元介大先生です、みたいな感じで、はい、それでまあお金儲けでしょうね、はっきり言いますけど。はい、これも訴えていいですよ、伊藤先生だってね。あなたたち自分のお金儲けのためにやってるんですよ、こういうことと。はい。さて、一方でこの経済財政諮問会議のですね、非常に言いづらいですが、民間議員って書いてあるんで、はい、一応そうやってお伝えしますが、うん、来年の春季労使交渉で 3% の賃上げ、はい、これを実現を期待すると表明します。うん、名目経済成長率 3% に高めて、デフレから脱却するには、高めの賃上げが欠かせないという考えを示しています。うん、はい、これは社会主義国じゃないんだけど、やめてくれ、こういうこと。あ、そうか。企業の勝手じゃないですか。あ、政府がやるべきことは、財政を拡大して、で、人手不足もっと深刻化しますよね。はい、それで我々経営者が、じゃあ 3% の賃上げぐらいやんないとまずいねっていう状況を作ることが政府の仕事だけど、自分の財政は絶対やらないんですよ。はい、まあこれも他の政策もそうなんだけどね。はい、あ、そうですよね。これだって、だから、会社側に上げろよ。そう。上げろよって言ってる。大きなお世話ですよね。大きな。そんなこと言うんだったらまず政府金使いようだけど、それは絶対やらないんです。はい、まあ、ただ今ラジオ聞きの方、私も含めてですけど、うん、賃金上がるのかな、上がりません。その経営者涙いきませんよ。賃金上げろって言ってくれてるわ、なんていうふうに思っちゃうんですけども。だっておかしくないですよ。こういうのやるのって労働組合の仕事でしょ。そうですね。なんで、例えば安倍総理が言ってたのも変だけど、なんでただの、諮問会議の民間人がこんなこと経営者に言ってんだよ。じゃあお前ら経営してみろって話です、私らはそれ。はぁ、あ、はぁ、あ、はい、まあそれでも、まあこうやって、一応プレッシャーはかけるんですね。うん。でも、じゃあやっぱポイントはね、企業に、はい、政府は絶対財政拡大はやらせないっていう前提なんですよ。はい、でも、確かに給料上がらないとデフレ脱却できないから、はい、はい、民間お願いねと、やるわけねえだろうと。あの、設備投資もそうですよ。はい。生産性革命ですと。本来政府が、設備、すいません、公共投資とかね、うん、やって、それで生産性高めるための、その支援やんなくちゃいけないんだけど、それはやらない。はい、で民間さん設備投資してて、やるわけないでしょと。政府はやらないのに民間にやらせようとしてる、ね。基本的に今の政府はね、責任放棄なんです、すべて。はぁ、あ、はぁ、あ。まあ、それがまかり通っちゃってるってことなんですね。そうそれはなんでかって言ったら財政、財政、財政ってやってくるからですね。はい、はい。続いてはこちら。毎日新聞、共産党大会閉幕、習近平、毛沢東、鄧小平に並ぶ。中国共産党の第19回党大会、習近平総書記の名前を冠した、名前が入ったですね、指導理念、習近平による新時代の特色ある社会主義思想、これを党の行動指針に明記した党の規約の改正案、これを採択、閉幕しました。指導者の名前を含む政治思想、まあ、これがですね、指針として規約に入ったのは、毛沢東、鄧小平以来3人目ということなんですよね。いやー、かなり強力ってことですよね。うん、なんか毛沢東に憧れてるんですよね、習近平って、昔からそうなんですけど。はい、ですから、まあ、今後中国の政治、ますますですね、習近平体制、まあ、この一人に絞られていくっていうことになっていくわけなんですけども、はい、これ経済という面から見て、うん、習近平政権ってのはどうなんですか。立派な政権ですよね。立派ですか。要は、国内が供給過剰になっちゃいましたと。それはなりますよ、あんだけ政治投資やってたら、はい、それでその供給能力どうしますかと。日本はそのままデフレ化しちゃったけど、はい、習近平はね、それこそ一帯一路とかね、はい、要は外に需要を作ろうと、はい、で金はAIIB とか使って、それで国際的に調達して、それで需要を作って中国企業の供給能力を当てましょうって形で、それで自分たちのその、なんていうんでしょうね、経済的に利益を得る範囲を拡大していくっていう西側にね、で政策取ってるから立派な国だなと、本当思いますよ。まあその後中国絶対、日本は絶対中国の増国です、このままだと。はあ、このままいけば。向こうは立派なことやってんだけど、こっち何もやらないですから、さっき言ったけど財政絶対やらないですからね。はあ、はい。そうか、中国はやって。今のね、中国経済持ってるのは公共投資のおかげなんですよ。はい。政府がちゃんと金使って持たせてるって言うんだけど、こっちやらないですからね。まあでもね、指摘によるとね、いやもうすぐこけるんじゃないかとかね、中国はね、はい、いやこんだけ政府がまともだったらね、それこけないですよ。そうか、日本だったらこけてるんですよね、特にね。はい、ということは経済面から見れば大したもんなんですね。立派ですね、立派、いやこれ冗談じゃなくて本当に独国になると思う、はい、私日本、あ、そうですか。2040年ぐらいに、だって GDP その時日本は中国の10分の1でしょうね。軍事予算は多分20分の1。はい。どうにもなんないでしょうね。四半世紀経たずしてですよね。うん、2040年頃。はい。ということは、まあ、今度ですね、習近平政権、先ほども言いましたけれども、うん、その名前を冠したですね、こういう思想というのを打ち出します。これがまあ言ってしまえば憲法みたいな、中国の憲法みたいなところに入るわけですよね。うん、となれば、この習近平体制というのはいつまで続くのかってことですけどもね、うん、まあ、今までチャイナセブンって言われる、はい、トップの7人っていうのがいます。まあ、そこに習近平氏も入ってる、今64、次は、まあ、普通68超えるとね、うん、もうならないって言って、うん、
大木さんって言いましたかね。はい、その、汚職撲滅の、その、あの方が、まあ、68だったかな、69か。で、今回残るかなと思ったらどうも残んないようだと。はい、いうことは、じゃこの先、しばらく、5年はま、少なくとも続きますけども、その後がじゃあどうなってくるかってことですね。うん、まあ、名前だけ残してそれで、おしまいなのか。うん、ただ、その習近平政権というのが、5年は少なくとも続きます。これ、日本にとってはどうなんでしょう。だから、さっきの財務省のね、はい、あの、財政均衡主義がある限り、その我々中国語勉強した方がいいと思う。もうどうにもなんないでしょ。そう。だって向こうまともなことやって、こっちなんてまともじゃない方向に突っ走ってるんですから、全速力で。はい、というのが、これが現実の日本ですね。それは全て財務省のせいです。は、そうですか、はい。なんで目覚めませんかね。だから、しょうがないから私、今月末に、財務省が日本を滅ぼすっていう本を小学館から出すんですけど、ね、はい、こういう話全部入ってますけど、あ、そうですか。それで私のところに多分国税庁が来るんですよ。はあ、そういう感じで潰していくわけですね。いや、それが分かってても、その本を書いたっていうのは、伊沢さん、すごいですね。でもいろんなところでこう言ってやるの。国税庁が来る、国税庁が来ると。ちょっと気にくいでしょ。そうですか。はい。以上、ニュース目玉焼きでした。はい。それはもちろんですね、こういう議員、まあ議員、議員というか、まあ、会議の、諮問会議の委員とかに、はい、本来いいんですけど、委員ですね。委員になれるってことで、箔がつきますよね、やっぱ。はい。ペーペーの大学教授よりも、その、経済財政諮問会議の民間委員やってる伊藤元重大先生です、みたいな感じで、はい、ちょっとまあお金儲けでしょうね、はっきり言いますけど。はい、これも訴えていいですよ、伊藤先生たちね。あなたたち自分のお金儲けのためにやってるんでしょ、こういうことと。はい。さて、一方でこの経済財政諮問会議のですね、非常に言いづらいですが、民間議員って書いてあるんで、はい、一応そうやってお伝えしますが、うん、来年の春季労使交渉で 3% の賃上げ、はい、これを実現を期待すると表明します。名目経済成長率 3% に高めて、デフレから脱却するには高めの賃上げが欠かせないという考えを示しています。うん、はい、これは社会主義国じゃないんだけど、やめてくれこういうこと。あ、そうか。企業の勝手じゃないですか。あ、政府がやるべきことは、財政を拡大して、で、人手不足もっと深刻化しますよね。はい、それで我々経営者が、じゃあ 3% の賃上げぐらいやんないとまずいねっていう状況を作ることが政府の仕事だけど、自分の財政は絶対やらないんですよ。はい、まあ、これも他の政策もそうなんだけどね、はい、あ、そうですよね。これだってだから、会社側にあげろよ、そう、あげろよって言ってる。大きなお世話ですよね、大きな。そんなこと言うんだったらまず政府金使いようだけど、それは絶対やらないです、はい。まあ、ただあの今ラジオ機の方、私も含めてですけど、うん、賃金上がるのかな、上がりません。その経営者は涙きませんよ。賃金上げろって言ってくれてるわなんていうふうに思っちゃうんですけども、だっておかしくないですよ。こういうのやるのって労働組合の仕事でしょ。そうですね。なんであの例えば安倍総理が言ってたのも変だけど、はい、なんでただのあの諮問会議の民間人がこんなこと経営者に言ってんだ、じゃあお前ら経営してみろって話です、私らしたら。まあ、それでも、まあ、こうやって、一応、プレッシャーはかけるんですね。うん、でも、じゃあ、やっぱポイントはね、企業、はい、政府は絶対財政拡大はやらせないっていう前提なんですよ。はい、でも、確かに給料上がんないとデフレ脱却できないから、はい、はい、民間お願いねと、やるわけねえだろうと。あの、設備投資もそうですよ。はい、生産性革命ですと。本来、政府が、設備、あの、すいません、公共投資とかね、うん、やって、それで生産性高めるための、その支援やんなくちゃいけないんだけど、それはやらない。はい、で民間さん設備投資してて、やるわけないでしょ、と。全部これ。やらないのに民間にやらせようとしてる。基本的に今の政府はね、責任放棄なんです、すべて。はあ、はあ、まあ、それがまかり通っちゃってるってことですね。そうそうそう。それはなんでかって言ったら財政、財政、財政ってやってくるからですね。はあ、はい。続いてはこちら。毎日新聞、共産党大会閉幕、習近平、毛沢東、鄧小平に並ぶ。中国共産党の第19回党大会、習近平総書記の名前を冠した名前が入ったですね、指導理念、習近平による新時代の特色ある社会主義思想、これを党の行動指針に明記した党の規約の改正案、これを採択閉幕しました。指導者の名前を含む政治思想、まあ、これがですね、うん、指針として規約に入ったのは、毛沢東、鄧小平以来3人目ということですよね。いやー、かなり強力ってことですよね。うん、なんか毛沢東に憧れてるんですよね、習近平って、ね、昔からそうなんですけど、はい、ですから、まあ、今後中国の政治ますますですね、習近平体制、まあ、この一人に絞られていくということになっていくわけなんですけども、はい、これ経済という面から見て、うん、企業の勝手じゃないですか。あ、政府がやるべきことは、財政を拡大して、で人手不足もっと深刻化しますよね、はい、それで我々経営者がじゃあ 3% の賃上げぐらいやんないとまずいねっていう状況を作ることが政府の仕事だけど、自分の財政は絶対やらないんですよ、はい、まあ、これも他の政策もそうなんだけどね、はい、
あ、そうですよね。これだって、だから、会社側にあげろよ。そう。あげろよって言ってる。大きなお世話ですよね。大きな。そんなこと言うんだったら、まず政府金使いようだけど、それは絶対やらないです。はい。まあ、ただ、今、ラジオ機の方、私も含めてですけど、うん、賃金上がるのかな、なんて、ね。上がりません。その経営者は涙きませんよ。賃金上げろって言ってくれてるわ、なんていうふうに思っちゃうんですけども。だっておかしくないですよ。こういうのやるのって、労働組合の仕事でしょ。そうですね。なんで、例えば、安倍総理が言ってたのも変だけど、はい、なんで、ただの、諮問会議の民間人がこんなこと経営者に言ってんだ。じゃあ、お前ら経営してみろって話です、私らは。はあ、はあ、はい、まあ、それでも、まあ、こうやって、一応、プレッシャーはかけるんですね。うん、でも、じゃあ、やっぱポイントはね、はい、政府は絶対財政拡大はやらせないっていう前提なんですよ。はい、でも、確かに給料上がんないとデフレ脱却できないから、はい、はい、民間お願いねと、やるわけねえだろうと。設備投資もそうですよ。はい、生産性革命ですと。本来、政府が、設備、すいません、公共投資とかね、うん、やって、それで生産性高めるための、その支援やんなくちゃいけないんだけど、それはやらない。はい。で、民間さん設備投資してて、やるわけないでしょ、と。全部これ。やらないのに民間にやらせようとしてる。基本的に今の政府はね、責任放棄なんです、すべて。はぁ、あ、はぁ、あ。ええー。まあ、それがまかり通っちゃってるってことですね。そうそうそう。それはなんでかって言ったら財政、財政、財政ってやってくるからですね。はぁ、あ。はい。続いてはこちら。毎日新聞、共産党大会閉幕、習近平、毛沢東、鄧小平に並ぶ。中国共産党の第19回党大会、習近平総書記の名前を冠した名前が入ったですね、指導理念、習近平による新時代の特色ある社会主義思想、これを党の行動指針に明記した党の規約の改正案、これを採択閉幕しました。指導者の名前を含む政治思想、まあ、これがですね、うん、指針として規約に入ったのは、毛沢東、鄧小平以来3人目ということなんですよね。いやー、かなり強力ってことですよね。うん、なんか毛沢東に憧れてるんですよね、政治って、ね、昔からそうなんですけど、はい、ですから、まあ、今後中国の政治ますますですね、習近平体制、まあ、この一人に絞られていくということになっていくわけなんですけども、はい、これ経済という面から見て、うん、習近平政権というのはどうなんでしょう。立派な政権ですよね。立派ですか。要は国内が供給過剰になっちゃいましたと。それはなります、あんだけ政治投資やってたら、はい、それでその供給能力どうしますかと。日本はそのままデフレ化しちゃったけど、はい、習近平はね、それこそ一帯一路とかね、はい、要は外に需要を作ろうと、はい、で金はAIIB とか使って、はい、それで国際的に調達して、それで需要を作って中国企業の供給能力を当てましょうって形で、はい、それで、自分たちの、その、なんて言うんでしょうね、経済的に利益を得る範囲を拡大していくっていう西側にね、はい、で政策取ってるから、立派な国だなと、本当思いますよ。はい、まあ、その後中国、絶対、日本は絶対中国の増国です、このままだと。はあ、このままいけば。向こうは立派なことやってるんだけど、こっち何もやらないですから、さっき言ったけど、財政絶対やらないですからね。はあ、はあ、はい。そうか、中国はやって。今のね、中国経済を持ってるのは公共投資のおかげなんですよ。はい。はい、政府が。明日、国と地方の基礎的財政収支、いわゆるプライマリーバランスを2020年度以降できるだけ早期に早く黒字化を達成すべきだと提言します。高齢化で膨らむ社会保障費をはじめ歳出の抑制を深掘りするよう訴えます。衆議院選挙後すぐに健全化の必要性を強調し、人づくり革命などを名目にした歳出の拡大、この動きを牽制するということなんですね。これ、安倍総理がですね、はい、選挙中に2020年度のこの基礎的財政収支、というか、健全化ですよね、うん。これは無理だって言ってましたよね。無理だってか、やっちゃいけない。やっちゃいけない。やっちゃいけないってことなんですね。で、民間議員はですね、消費税率 10% の下で、プライマリーバランス黒字化を実現すべきだと強調する。これね、怖いんですよ。はい。まず突っ込んでおくと、民間議員じゃなくて、ただの民間人ですからね、そうですよね。はい、いつもね、なんで新聞民間議員って相変わらず呼んでるんですかね。我々選んでないでしょ、一般元主義なんか。はいはい、まあ一応会議のメンバーだから議員って言ってるだけなんでしょうけどね。民間人です。民間人。はい、でね、これ、ね、10% への増税も決定してるんですよ。はい。はい、まず、上げるでしょうね。はい。その上で、さらに、PB について、20年代早期に目標を黒字化しましょうってことは、さらに増税するんでしょ。はい。と、はい、話になっちゃうので、もう、緊縮財政はね、とどまるとこ知らないですね。今日出てくるかどうかわかんないけど、診療報酬。はい、来年、もう下げようってことで動き始めてます、財務省は。下げるんです、ね。下げるんでしょ。この状況で下げるんですよ、高齢化がやってる時に。しかも、介護報酬も下げてくるでしょうね。はい。はい。だから、我が国の将来的な見通しはどうですかって言ったら、真っ黒。はぁ、あ、はぁはぁ。これでも、なんでその、民間の人がですね、はい、プライマリーバランス。いや、そう、財務省に雇われてる連中だから。ああ、そういうことなんですね。はい、財務省の御用学者たちですね。まあ、何か自分にこう、プラスになるのか。なります。あ、なるんですか。はい。はい。それはもちろんですね、こういう議員、まあ、議員というか、まあ、会議の、諮問会議の委員とかに、はい、本来いいんですけど、委員ですね。委員になれるってことで、箔がつきますよね、やっぱ。はい。ペーペーの大学教授よりも、その、経済財政諮問会議の民間委員やってる伊藤元重大先生です、みたいな感じで、はい、ちょっとまあ、お金儲けでしょうね、はっきり言いますけど。はい。これも訴えていいですよ、伊藤先生たちね。あなたたち自分のお金儲けのためにやってるんでしょ、こういうことと。はい。さて、一方でこの経済財政諮問会議のですね、非常に言いづらいですが、民間議員って書いてあるんで、はい、一応そうやってお伝えしますが、来年の
の春季労使交渉で 3% の賃上げ、はい、これを実現を期待すると表明します、うん、名目経済成長率 3% に高めてデフレから脱却するには高めの賃上げが欠かせないという考えを示しています、うんはい、これは社会主義国じゃないんだけどやめてくれこういうこと。あ、そうか。企業の勝手じゃないですか。あ、政府がやるべきことは財政を拡大してで人手不足もっと深刻化しますよね、はい、それで我々経営者がじゃあ 3% の賃上げぐらいやんないとまずいねっていう状況を作ることが政府の仕事だけど自分の財政は絶対やらないですよ、はい、まあ、これも他の政策もそうなんだけどね、はい、あ、そうですよね。これだってだから会社側に上げろよ、そう上げろよって言ってる。大きなお世話ですよね、大きな。そんなこと言うんだったらまず政府金使いようだけどそれは絶対やらないです、はい、まあ、ただ今ラジオ聞きの方私も含めてですけど、うん、